こんばんは。ハレリア。こんばんは。ハレリア。今日は月曜日ですね。はい、ヒカルさん、ハレリア。犬さん、ハレリア。吉原さん、ハレリア。わお。素晴らしいですね。あ、この目チカチ、このシャツチカチカしてごめんなさいね。ハレリア、今日はだいぶ寒いようですね。はい、ダイさん、ハレリア、アメン、アメン、ハレリア。そうですね、本当にだんだん寒くなってきましたけれども、でも皆さん、気温は低くなっても、あ、雪降った？雪降った。すごいです。どこでしょう？雪降ったのは。気温は、ね、寒くなっても、心は熱くなり続けましょう。私たちの心が、冷たくなったらば、ね、まさに寒いという感じですが。私たちの心は熱く燃えましょう。ね、イエス様の愛で熱く燃えて、信仰で燃えて、油注ぎをで燃えて、ね、大さん、アメン。ヒカルさん、アメン。世の中は、寒々しいかもしれませんね。世の中は寒々しい。世の中は冷え冷えして、サマさん、こんばんは。世の中は寒い。聖書にですね、聖書に、終わりの時代に愛が冷えるという予言があるんですよ。嫌ですね。愛が冷える。終わりの時代に、あやぺさん、ハレリア。終わりの時代に廃墟があり、ね、愛が冷えるということで、そのチカチカするんですか、じゃあ、その、チカチカしないように着なきゃ、着ましょうか。これも愛ですかね。チカチカさせないようにすることを愛ということで、そのね、やっぱりチカチカちょっと熱そうな感じですが、これでチカチカしないでしょうね。はい、風の子さん、こんばんは。廃墟、終わりの時代に廃墟があって、そして、その愛が冷えてね、そして裏切りあったりするというね、そういう予言があるんですよね。ですから私たちは、そのことを踏まえてね、世の中が冷たいからこそ、世の中が冷たいからこそ、今日は愛について学び、油注ぎを受けました。アメン。そうなんですか。ヒカルさんは今日愛について学び、油注ぎを受けたということ、素晴らしいですね。今日のテーマはまさにそんな感じなんですが、世の中が冷たいからこそ、あ、広告ありがとうございます。世の中が冷たいからこそ、私たちは熱くなければならないと思います。放送のタイトルも愛についてで導いていることを感じます。アメン。ヒカルさんね、素晴らしいですね。神様は、精霊によって導く、もう同じ、光さんが愛について学んで油注ぎを受けたということと、今日愛についての放送タイトル、何か導きを感じます。リュウさん、こんばんは。アメン。神様は精霊を通して、精霊を通してですね、こうハーモニーを作るんですね。イエス様の愛を学ぶことを感じる。この間ちょっと祈り会の時にちょっと明かしたんですがね、賛美歌を歌います。で、みんなでこう、合わせるわけでしょ。このリズムとハーモニーとね、こう合わせるわけですね。時々こう合わないとちょっと迷惑をかけるんですが、この、まあ、指揮者はいないかもしれませんが、このリズムとね、ハーモニーにみんながこう合わせて、そして歌うと綺麗な賛美歌になるわけです。コーラスになるわけですね。
聖霊様の導きの中で、クリスチャンは聖霊様の導きの中で一緒に歌って、一緒に合わせて、一緒に喜んで、ハーモニーを保ち、リズムを保ち、そうすれば素晴らしい霊的なコーラスができるんではないでしょうか。私たちは自分の力で生きているのではなくて、神様に導かれて、聖霊様の、タクト、タクトってわかる？この式ですね。聖霊様のね、あ、今 BGM で合わせるとこういう感じですね。ね、こう BGM に合わせるとこういう感じね。式に導いてた。こうやってですね、こうリズムに合わせてですね、歌うと非常に、まあ、いいわけですね。世界中のクリスチャンが、世界中のクリスチャンが、聖霊様の式によって、タクトによって、みんなが、ね、イエス様を褒めたたいて、イエス様の導きの中で、同じようなことを考え、同じようなビジョンを持ち、同じ愛を持って、ね、イエス様の言葉に聞き従って、リズムと、ハーモニーと、ね、一緒に歌っているのです。クリスチャンは一緒に歌っているのです。音楽的に歌っているだけではありません。霊的にも歌うことができるのです。皆さん、イエス・キリストを褒めたたえましょう。イエス・キリストを褒めたたえましょう。私たちの人生は、人生の中で、生活の中で、あらゆるその働きの中で、イエス様を褒めたたえるのです。イエス様を褒めたたえるのです。一緒に歌ってるのです。聖霊様の導きの中で、聖霊様の導きの中で、私たちは一緒に歌うのです。音痴でもいいのです。リズムが外れてもいいのです。一緒に歌うのです。一緒に歌うのです。上手に歌う必要はありません。歌うことが目的なのです。イエス様を褒めたたえることが、イエス様を褒めたたえることが、それが素晴らしいことなのです。世の中ではですね、なんか上手に歌わなきゃダメみたいなね、上手に歌う方を競い合います。教会は違うんですね。教会はですね、ただ歌えばいいんですね。ただ歌えばいい。ね、もう声出して歌え、もうちょっとぐらい、私なんかもうしょっちゅう間違えてますからね、皆さんご存知かもしれませんけどね、礼拝の時ですね、もうしょっちゅう間違えてますからね、もう間違えても全然気にしないみたいな、もうね、むしろ間違ってもいいみたいなね。間違った方がいいとは言わないけども。間違ってもいいみたいな。教会のハーモニーは信仰と希望と愛です。アメン。教会のハーモニーは信仰と希望と愛です。信仰と希望と愛です。私たちの神の国はですね、信仰と希望と愛のハーモニーで歌っているのです、ね。この伝道部屋もですね、ぜひ聖霊様に導かれて、皆さんがこう聞いてるだけで、ね、油すぎを受けて、聞いてるだけでこう徳を高め、聞いてるだけで、信仰を強めてほしいなと思います。伝道部屋の目的はですね、兄弟姉妹を励ますことです。兄弟姉妹を励ますことです。そしてまだ信仰を持ってない方に、信仰を導く、信仰に導くということが目的です。皆さんがこの部屋に来て、何かですね、感じてくださったら嬉しいです。平安を感じ、喜びを感じ、油注ぎを感じてくださったら、すごく嬉しいです。アメン。今日ですね、皆さんプレゼントがありますね。最近プレゼントってなかったんですが、ある方が教えてくれたんですが、いろいろ綺麗な写真があるじゃないですか。ね。いろんな綺麗な写真。その綺麗な写真にですね、御言葉をつけてくれた人がいるんですね。多分クリスチャンの方だと思うんですが、これはただ写真を見るだけじゃなくて、御言葉付き写真ということで、これプレゼントですね。たくさんありますので、一枚一枚ゆっくり写真を見ると同時に、御言葉を見てですね、
綺麗な景色と、そして御言葉を両方楽しんでほしいと思いますね。この自然は神様が作ったのですね。自然を楽しむというのはある意味では、神様の慰めを受けている、神様を褒めたたえているということにもなります。ぜひ皆さん、このようにですね、クリスチャンがどんどん活躍してくれたらいいなと思いますね。御言葉付きの写真いいですね。私初めて見ましたね。まあよくポスターとかね、そういうのは見たことありますね。ポスターとかですね、そういうの見たことありますけど、そうですね、あ、ちょっと昔のですけど、ちょっとあの皆さんにお見せしましょうかね。こういうのもあるんですよ。古いし、ちょっと英語なんですが、昔のポスターでこういうのがあるんですね。これ The Lord Keeps Watch ね、主は見てくれてるよみたいな、主は守ってくれてるよなみたいなですね。これはなんて書いてあるかな。 Peace and joy abundant in His presenceイエス様の臨在の中に平安と喜びがたくさんある。主の臨在の中に平安と喜びがたくさんある。いいでしょう。御言葉と写真ってマッチすると思いませんかね。これは宣教師もあった宣教師もあった。これは違う。綺麗な写真でしょ、ね、これはですね、This is the only thing the Lord asks of you, to act justified, to love tenderly, and to walk humbly with your God. 主がですね、皆さんに、まあ、あの要求することは、正しいことをして、人を愛して謙遜に神と共に歩むことではないかという、どこの御言葉かはちょっと忘れましたね。えいいですね。これ虹ですけど、ね、イエス様が虹ですね。イエス様が虹。もう一枚とか、アメリカの写真はちょっと暗い感じの方が多いんですけど、これも虹ですね。 The gift of God is eternal lifeね、あ、こっち日本語が書いてありますね。神様のプレゼントは永遠の命ということですね。神様のプレゼントは永遠の命。いいですね。皆さんね、こういうのをこう部屋に飾るのいいんじゃないですかね。御言葉付きの写真を皆さん部屋に飾りましょう。アメン皆さん、あの皆さんの部屋にですね、なんかこういう御言葉をが書いてあるカレンダーとかですね、それから写真とかですね、そういうのたくさんあるといいですよ。部屋をこう部屋にいるだけで御言葉を見るみたいなね、そういう御言葉に親しむ、御言葉に親しむ、いいですね皆さんね。はい皆さん、ですね、ちょっともう一個こういうのがあるんですけど、これちょっと名前何だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、旧約聖書にね、その御言葉を柱につけときなさいっていう命令があるんです。で、今あのイスラエルの人はあの
こういう入れ物に御言葉を書いたやつをここに入れてですね、で柱にこれをこう置くんですね。でつまり御言葉を絶えずこの見なさいということですね。御言葉を見なさい、そういう命令ちゃんと旧約にあるんですよ。それからあの何ですか、山伏がね、山伏がこう都金ってあるじゃないですか、都金。あれはイスラエルの人たちもやるんですが、まあそっちの方がオリジナルだと思うんですが、この都金もですね、この中に御言葉を入れて、そのこの額に置いて、あと腕かなんかにもこう御言葉をこう巻く、つけたのをこう巻くんですが、それも旧約聖書に書いてあるんですね。つまり旧約聖書は御言葉をこう家中に置きなさいっていうことですね。韓国ではですね、クリスチャンの家の玄関に十字マークがあるそうですね。まあ十字架を置くのもいいですね。で、皆さん、私たちはまさにですね、御言葉がですね、私たちの食べ物です。ね。私たちは、パンだけを食べているのではありません。御言葉を食べているのです。この伝道部屋もですね、御言葉を皆さんに提供しています。まあ、御言葉はレストランと言ったらいいでしょうかね。美味しい最高級の、最高級のレストランですよ。皆さんはこの伝道部屋で御言葉を食べているのです。御言葉を食べているのです。ね。まあ、未信者の人は、まあ、食べ物で生きてるかもしれませんが、クリスチャンは御言葉できるのです。クリスチャンは御言葉できるのです。御言葉を食べるのです。御言葉は蜜より甘い。御言葉はもう本当に美味しい。ね。キューちゃん、そんな御言葉、聖書なんて美味しいわけないじゃないかって言うかもしれません。確かに、味覚的には美味しくないかもしれませんね。霊的に美味しいのです。霊的に美味しいのです。御言葉は蜜のように甘いのです。最高級の味なんです。御言葉が一番の栄養です。アメン。もう栄養たっぷりです。ね。食べ過ぎることはありません。もう御言葉は食べても食べても大丈夫なんですね。むしろ食べた方がいいんですね。ぜひ皆さん、私たちにとって必要なのは御言葉だということですね。しかし御言葉をやはりこの、その御言葉を食べるというのはですね、よく理解するということでもあるんです。ただ御言葉を知ってるだけじゃないんですね。御言葉を知ってるだけじゃなくて、咀嚼してこう噛むでしょ、ね、噛むと味が出ますね。つまりそれは御言葉をただ読んだり見るだけじゃなくて、御言葉を考えて、御言葉を考えて、それをですね、よくこう理解するということですね。アメン。人間にとってどんな勉強が一番大事かというと、人間にとって何が一番大事かというとですね、イエス様の勉強をするということが一番大事なんですね。多くの子供たちは受験勉強してますが、大人も子供も一番大事な勉強は御言葉の勉強なんですね。真理を勉強するんですからね。ぜひ皆さん一緒に勉強しましょう。イエス様の教えは最高の勉強です。本当に必要な勉強です。とても素晴らしい。皆さんを幸せにします。皆さんを快適にします。皆さんを強めます。ね。御言葉の勉強はとても大事なんですね。アメン。今日のタイトルなかなかいかないです。そうそう、タイトルいかなきゃいけないんですけど。今日のタイトルはですね、愛せなかったことを悔い改める。ね。愛せなかったことを悔い改める。ちょっと御言葉からいきましょうね。良きサマリア人の、話を皆さん知ってますか？良きサマリア人。ルカの、ルカ10の30ですね。ちょっと例え話ね、例え話。10の30からね。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で、
強盗に襲われた強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り殴りつけ半殺しにして逃げていった。たまたま妻子が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中ここに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き介抱してやった。次の日彼はデナリ2つを取り出し宿屋の主人に渡していった。介抱してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか？彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。これはですね、どういういきさつかというと、あなたの隣人を自分のように愛せよというイエス様の教えに対して、ですね、では隣人とは誰のことですかと言った人がいるんですね。隣人、誰が言ったの？立法の専門家ですかね。立法の専門家が、隣人とは誰のことですかということですが、これはどういう例え話かというと、ある旅人がですね、強盗にあって半殺しになった、追いはぎにあったんですね。そこに妻子が来た。でも反対側を取り過ぎていった。つまりどういうことかというと、自分には関係ないことだね、関わり合いたくないということで反対側を取った。その時に、レビ人ですね、レビ人も同じように反対側を通り過ぎた。その祭司もレビ人もこういうイスラエル人ですね、ユダヤ人ですね。このユダヤ人はイエス様のじゃなくて律法の教えを守ってる人たちなんですが、その律法の教えを守っているにもかかわらず、実際に、愛の行動をしなかったということでしょうか。ところがサマリア人、このサマリア人というのは、イスラエルからすれば、異邦人のように扱われてた人ですね。その異邦人であるサマリア人が、その追いはぎにあった人を見てですね、ああ、かわいそうだな、もう死にそうだなということで、かわいそうだということで、傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き介抱してやった。そして、もしお金がなかったらね、また帰りに払いますと言って、自分あれですね、優しいですね、手当てして宿屋に連れて行くだけでも素晴らしいですが、そればかりじゃなくてですね、もしお金がかかったら代わりに払いますという、かなりね、こう優しい人ですね。でイエス様が言ってるのは、ね、そういう聖書を学んでいても、その、憐れみを持たない、愛を実行しなければ、意味がないということをおっしゃってるわけですね。はい、これは皮肉といえば皮肉かもしれませんね。ですから私もですね、この例え話は非常にこう身に染みるというか、牧師でですね、愛しましょうと言いながらですね、もし実際実行しなかったら、この祭司とかですね、このレビ人と同じことになっちゃうわけですね。で、実のところですね、今日はそういうことが、そういう悔い改めがありまして、で、ある人が教会に来ましたね。で、教会にはいろんな人が来るんですね。教会にはいろんな人が来る。で、突然来たりなんかそう困っちゃうこともあるわけですよね。
こう急に来たりとか突然来たりすると困っちゃうことがあるんですが、そういう時ですね、まあこう迷惑顔をして、迷惑だなってみたいな顔をしてですね、対応することもあるわけですね。でそういう時私はその悔い改めたんですね。普段愛しなさい愛しなさいって放送でも、まあ、リアルの教会でも言うわけですが、実際じゃあ実践で本当に愛してるのかっていう時、そういう突然な時があった時、自分に迷惑だね、自分にとって本当にこのまあ何て言うんでしょうかね、迷惑だとか、なんかちょっと困るとかね、そう急に来られたら困るとか、あっサマさんはいいんですよ、サマさんはいいんです。私が、まあ、言いたいのはですね、結局その愛がないと、愛がないと結局自分にとって都合が悪い人とかね、自分にとって迷惑な人に対してちょっとつっけんどにしたり、要するにこう愛を示すことはなかなか難しいということを言いたいわけですね。で私は悔い改めてイエス様ごめんなさいね、一体自分は何ができるんでしょうかね、自分がどのように助けられるんでしょうかということで、まあ、食事を提供して一緒に食べて、一緒時間を少し無理して時間をね作ってやったという、そういう悔い改めをしましたね。はい。それから、もう一つはですね、そうですね、もう一つは何があったかな、はい、まあ子供がですね、パパなんかお金ちょうだいってわけですねお金ちょうだいで、何買うのって言ったら、髪切るって言うんですね。髪なんか切なくていいじゃないか、女の子は長い方がいいんじゃないかと言ってですね、その断ったんですが、でも考えてみると、それは私はね、こう髪の毛長い方がいいと思うんですが、でもまあそうやって冷たくこう断るっていうのは、そのなんかこうやっぱり愛がないんじゃないかなっていうふうに後で思ってですね、悔い改めたという、まあそういうちっちゃなことですが、まあ、とにかく誰に対してもなんかこうちょっとこう自分にとってなんかね、嫌なこととかちょっとこう困ることとか迷惑なことに対して意外とこうなんか適当な理由を作ってね断っちゃったりとか、適当な何かこう言い訳を言ってですね、まあ、断っちゃうことが多々あるように感じましたね。それで結局イエス様がこう言いましたね、隣人を自分のように愛しなさい、自分のしてほしいことをしてあげなさい、また私を信じる最も小さなものにしてあげなさいね、こういう命令とても大事じゃないですか。クリスチャンにとってこういう命令とても大事なんですよ。だけど実際ですね、本当に実行してるかどうかっていうとですね、ガーンってくるわけですよね。まあ、牧師だから実行してると皆さん思うかもしれません。そうじゃないんですよ。牧師だからそういうこと実行してるわけじゃないんですよ。むしろ牧師だから実行してないかもしれないよね。だから教えてるんだから、教えてるだけ実行しなきゃいけないんだけど、教えてる割には実行してないというのがですね、その牧師の悔い改めですね。皆さんごめんなさい。本当に悔い改めます。もう本当にですね、教えときながら、教えときながら自分が実行しない。これは偽善者ですね。偽善者ね。ですから、本当にこれから、少しでもね、そういう、いつも悔い改めて、いつも悔い改めて、やっぱり、イエス様の教えを本当に守りたい。難しいです。ね。その、時間を犠牲にすることもあるでしょう。さっきのサマリア人もそうでしょ。さっきのサマリア人も、その、時間を犠牲にしましたよね。で、お金を犠牲にしました。ね。体力もいるでしょう。その、ロバに乗っけて運ぶのも大変です。
だから愛っていうのは犠牲が必要ですよね。だからその時間、お金、エネルギー、まあ、いろいろの犠牲が必要ですが、でも私は思ったんですね。あのイエス様の十字架はあのイエス様が私たちを愛してくれたんですけど、イエス様は血を流したわけですね。血を流した、まあ本当にその血というのは愛そのもののような気がするんですが、じゃあどのくらい流したかというと、もうあのかなりの出血だと思うんですね。 ものすごいあの血を流した。イエス様は自分の命を投げ出すほどに愛したわけですね。なかなかね、私たちはその自分の命を捨てるほどに人を愛するってことはなかなか難しいと思うんですが、でもあのそういうことをやはり私たちはですね、あのできないからいいんだじゃなくて、あのイエス様が模範ですよね。模範です。だからやっぱりイエス様がされたように私たちも、自分の十字架を追うっていうのはそういう意味もあるかもしれませんね。自分を捨て自分の十字架を背負わなければやっぱり愛せないんだ、人を愛するためには、自分の犠牲がなければ愛せない。多くの人は愛さないのは、ね、やっぱり自分を犠牲にすることを、まあ、躊躇してしまうからですよね。私たちは本当に自分のように人を愛する、またイエス様が愛したように愛するというのは本当にチャレンジですね。ものすごいチャレンジです。イエス様がしたように愛する、自分のように愛するね、すごいチャレンジを感じました。でも皆さん、逆にこんな素晴らしい命令を受けたんだから、こんなに最高の命令をイエス様から受けたんですから、このチャレンジを受け取りませんか。皆さん、難しいからといってね、しないんじゃなくて、私たちは一歩ね、信仰によってその歩むことが大事ではないでしょうか。イエス様に聞きながら、イエス様に導かれながら、失敗しても失敗しても失敗してもね、イエス様の御心を行いましょう。愛すること、それはイエス様の御心です。愛すること、それはイエス様の喜びです。愛すること、それは十字架です。皆さん、十字架は愛することの模範です。十字架は愛することの お手本です。十字架は素晴らしい神様の愛を表しています。私たちはイエス様の弟子ではないですか。本当に私たちは大事なことは、ちょっと、そういうわけでですね、皆さん、その私たちは素晴らしいチャレンジを持っています。素晴らしいその神様のその、命令を受けています。ですから皆さん、私たちの人生はね、この世的にどうのこうのという人生ではないのです。私たちの人生はイエス様の愛を学ぶ人生であり、イエス様の愛を実行する人生であり、イエス様の愛をこの知っていく人生なのです。チャレンジですが、それは素晴らしいことなのです。チャレンジですが、それは、良いことなのですね。私もですね、本当に恥ずかしいです。恥ずかしいです。もう本当に教える資格のないものですが、教える資格がないものですが、しかし、させていただいておりますさせていただいておりますね。はい、それじゃあ、御言葉をちょっとね、
今日の御言葉ね、ここですね。これは ルカ12 I have come to bring fire on the earth and how I wish it were already kindled. I have come to bring fire on the earth and how I wish it were already kindled. 私は、この地球に火をもたらすために来ている。そして、私は、火がついているということをいかに、願っているかということですね。地球に火がついていることをいかに願っているかということですね。 I have come to bring fire on the earthAnd how I wish it were already kindled. 神様は、イエス様はこの地球に聖霊の火をもたらしました。信仰の火をもたらしました。その火がね、ついてることを願っておられます。イエス様が再臨するときに、果たして地球に火が残ってるか残ってないか。イエス様にとってはその信仰の火が、聖霊の火が燃え上がっていてほしいのです。でここにですね、キンドルドっていう言葉がありますね。キンドルド、このキンドルっていうのはあのなんかこう火をつけるということなんですが、今度はアマゾンであのキンドルファイヤーっていうあの何でしょうか、スマホみたいなのが出ますよね。その Kindle Fire っていうのはまさに火をつけるということで、なんかリバイバルの火みたいな感じがしますよね。 Kindle Fire、 はい。まあそういうわけで、私たちの心の中にイエス様が火をつけてくれました。イエス様が私たちの心の中に火をつけてくれました。皆さん燃えてますか？皆さん燃えてますか？信仰の火が燃えてますか？聖霊の火が燃えてますか？愛の火が燃えてますか？イエス様が来られるときに、イエス様が来られるときに、その火が消えてないように燃え続けましょう。燃え続けましょう。燃え続けて、ね、イエス様を喜ばせましょう。ね、私たちがもし消えてしまったならば、イエス様ががっかりします。ね、イエス様が本当に私たちを本当に火がついてれば、イエス様は喜ばれます。アメン、アメン。はい、それではですね、明かしタイムいきましょうかね。明かしタイムですね。はい、今日はですね、愛さなかったを悔い改める明かしタイムですね。愛さなかったことを悔い改める証、皆さんもあるんじゃないかと思うんです。まああまりそういうのね、言いたくないかもしれませんが、まあいい機会なのでいかがでしょうか。愛さなかったことを悔い改める証、スタート、スタート。最近愛について悔い改めを迫られていました。今日の放送で愛について、悔い改めに導かれていると感じます。アメン。とても難しいことですが、イエス様の例え話は素晴らしいですね。悪く目を打ってたことを後悔します。対人恐怖症の兄を愛せなかったことを悔い改めます。小野さんを愛せなかったことを悔い改めます。イエス様の愛で今日のお肌ツヤツヤ でした。僕は先月両腕を失いました。もっと自分の体を愛しておけばよかった。
愛することから始まる。それが大事だと分かりました。サマンさん。イエス様の愛を少しだけ感じられました。アメン。すべての人を愛します。悔い改めます。吉原さん。いつかイエス様みたいな愛を持ちたいです。大嫌いだった妹を愛せるようになったら、え？長らく姉と疎遠だったが、祈ったら最近、これも良くない。予的な、あ、ごめんなさい。予的な考えでイエス様の愛を実践できなかったことを悔い改めます。聖霊様、油注ぎによって神の愛を実践させてください。この世をイエス様の愛でいっぱいにしたい。吉原さん、アメン。全然愛がないものです。サマリア人みたいになりたいです。アメン。すべての人に本当の愛を注いでください。この世のすべての人を愛します。油注ぎのバイトがしたいです。毎日朝昼晩と御言葉を食べています。実生活に愛を実践しようと思います。今日のメッセージは涙だと思いました。アメン。証が出ないくらい今日のテーマは大きいです。イエス様が喜ばれているのではないかと思います。アメン。11月17日に聖霊様が言いました。私に求めなさい、そうすれば悔い改めに導こう。私に祈り求めなさい、そうすれば悔い改めに導こう。アメン。イエス様のおかげで誹謗中毒しなくなりました。悔い改めを祈り求めます。アメン。悔い改めを祈り求めます。アメン。イエス様しか愛はできないのではと最近思ったりしました。ニコ生で煽るのをやめられました。悪コメを打ったことを悔い改めます。愛の実践についてイエス様に申し開きがありません。神様ごめんなさい。悔い改められることを幸せに感じます。悔い改められることを幸せに感じます。
母に憎まれ口を叩いてしまいました。悔い改めます。僕の体の中に信仰が大爆発しています。イエス様の愛は完璧です。イエス様の愛は完璧です。イエス様の愛は完璧です。悔い改めたら対人恐怖が治った。今日のメッセージは十字架の愛が体に染みてきます。アメンアメンアメン。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。イエス様の愛は東京ドーム100個分ほど大きい。イエス様の愛は東京ドーム100個分大きい。はい、ありがとうございます。昨日のですね、礼拝だったかな、祈り会の時だったかな、神は愛だから、神は愛だから、私たちが愛し合う時に、愛し合う時に神様がおられるということを話しました。イエス様は、この地上に、火を持ってきたかもしれませんね。聖霊の火です。しかし同時に、愛を与えてくれたのではないでしょうか。しかし、その神様の愛は、人間の愛とちょっと違います。神様の愛は信仰から来る、そして聖霊様から来る神の愛です。神の愛を知らなければ神様がもう分からないと書いてありますね。神の愛を知って、神の愛を知って、神を知る。皆さんは、この伝道部屋に来てですね、油注ぎを受けて、何か神様の愛をですね、こう感じたことがある方がたくさんいるんじゃないでしょうか。実はですね、私ももちろんこの、牧師で、ね、この愛しましょう、愛しましょう、愛しましょうと言いながらですね、その愛をやっぱり、その、感じるときと感じないときがあるわけですね。そして、私たちはですね、この愛をこう愛を持たない時もあるんだということなんですが、しかしそれは、残念なことですね。ここにですね、第一コリント14章にこうあります。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。愛を追い求めなさいね。愛を追い求めなさい。イエス様がね、イエス様が喜ばれるのはね、私たちが愛を求めて、愛を求めてね、愛の人になること、愛を実践することですね。そして、リバイバルというのはまさにそのクリスチャンが増えるということと同時に、クリスチャンが増えるということと同時にですね、愛がこの社会にこの見せてくることじゃないでしょうか。愛がですね、こうこの地球に増えてくることではないでしょうか。ぜひ皆さん、私たちはそういう意味でリバイバル、リバイバルと祈ってきましたけど、それは結局のところ多くの人たちがイエス様の愛を知る、イエス様の愛で愛される、互いに愛し合う、このように必要なのは
神の愛なんだ、神の愛なんだ、神の愛なんだ。そういうわけで私たちは本当に人々が癒されるために、人々が慰められるために、人々がね、この、元気になるためには神様の愛が必要なんだ、神様の愛が必要なんだ。このことをしっかり理解して、しかしね、まず自分からね、私もそう、自分を悔い改めます。私から実際に愛さなければ、愛しましょう愛しましょうと言って私が愛さなければ、おかしいわけです。ですから私も、悔い改めて私もさらに、愛を訓練し、愛を実践し、愛を訓練し、愛を実践し、ね、偽善にならないように、祭司やレビ人のようにならないで、サマリア人のようになりたいです。皆さんもどうですか？サマリア人のようになりたいですか？サマリア人のようになりたいですか？アメンアメンアメン、なりたいです、なりたいです、アメン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 。イエス様の教えはね、イエス様の教えはまさに愛する教えなんですね。敵を愛しなさい、ね、求めるものには与えなさい、ね、強いるものにはね、その一里生かすものには二里生きなさい、上着を求めるものにはね、下着も与えなさい、敵を愛しなさい、ね、イエス様の教えはまさに愛する教えです。愛する教えです。愛は寛容です。愛は親切です。聖書はまさにどうやって神の愛で人を愛するかの教えです。しかしそれは人間の力ではできないんです。立法主義的にはできないのです。イエス様を信じて油注ぎをもらって、初めて油注ぎがなければ、イエス様の教えを実行することはできません。イエス様の命令を実行するためには私たちの心の中にイエス様が必要なのです。イエス様が必要なのです。私たちの心の中にイエス様がいなければ、イエス様の教えを実行することはできないのです。しかし私たちの心の中にイエス様がいるならば、イエス様がいるならば、私たちの心の中にいるイエス様が私たちに愛のある行動の力を与えてくれます。私たちが愛するのではなくて、私たちの中にいるイエス様が愛してくれるような、私たちの中にいるイエス様が私たちの体を通して、私たちの器を通してイエス様が愛してくださるような、皆さん、私たちは、イエス様の器です。イエス様の器です。はい、皆さん、イエス様の器になって神の愛を実行したい人、隣人を自分のように愛し、敵を愛し、自分のしてほしいことを他の人にする、良きサマリア人のように、神の愛の人になりたい人、愛の人になりたい人、ああ今までは愛せなかった、愛する勇気もなければ、愛する動機もなければ、敵があり、かえって逆に憎んだり嫌ったり、見下げたり、愛の反対の行動ばっかりしてしまった、愛の反対の行動ばっかりしてしまった、そういうことをやめて愛したい人、イエス様を信じて愛の人になりたい人、アメン。悔い改めて愛の人になりたい、イエス様のようになりたい、イエス様のようになりたい、愛せる人になりたい。
アメン、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 アメン。天のお父様、本当に、私たちは愛のないものでした。もう愛の反対のことばっかり、愛することの反対のことばっかりやってた。むしろ傷つけたり困らせたり悪いことばかりしてました。ごめんなさい、ごめんなさい。私たちには愛がありませんでした、イエス様。しかしあなたが、あなたが愛することを教えてくれました。また愛せるようにしてくださいました。イエス・キリストを信じる信仰によって変えられました。愛せない自分から愛せる自分、愛せなかった自分から愛せる自分にあなたが変えてくれました。ありがとうございます。しかし主よ、もっとです、もっとです、もっとです。あなたの愛は深く大きく高く、本当にあなたの愛は大きい。そのような愛の大きいものに作り変えてください。私たちの心からその 愛することを邪魔するものを取ってください。私たちのプライドや恥や私たちの敵意を取ってください。私たちを清めて、あなたの愛が流れるように、あなたの愛が流れるように、私たち愛の人になりますように、愛の人になりますように。イエス様、アーメンと言った方々、どうぞ彼らの罪を許し、彼らの罪を許し、愛の人に変えてください。愛の人に変えてください。愛せるようにしてください。隣人を愛せるようにしてください。敵を愛せるようにしてください。誰でも愛せるようにしてください。イエス様、イエス様、あなたが十字架で愛してくださったように、あなたが十字架で愛してくださったように、私たちも愛せるようにしてください。愛せるようにしてください。イエス様、イエス様、あなたの愛が必要です。あなたの愛が必要です。あなたの愛が必要です。愛を注いでください。愛を注いでください。愛を注いでください。イエス様、日本にあなたの愛が必要です。世界にあなたの愛が必要です。子供たちは苦しんでいます。女性たちは苦しんでいます。老人たちは苦しんでいます。弱い人たちは苦しんでいます。あなたの愛が必要です。あなたの愛が必要です。あなたの愛が必要です。イエス様、どうぞ彼らを助けてください。彼らを助けてください。彼らを愛してください。彼らを愛してください。クリスチャンを通して彼らを愛してください。イエス様、お願いします。イエス様、あなたの愛が必要です。あなたの愛が必要です。一人一人が必要です。すべての人が必要です。愛を与えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 ハレルヤ、アーメン、アーメン。もう一つプレゼントがありまして、東北大震災の時のちょっといい証的な記事があったので、これもですね、いただいたのでプレゼントしますので、これをもしお時間があったら読んでください。はい、ありがとうございました。姉さん、私たちの人生は、ね、神の愛を表す人生です。明日も誰かを愛そう。明日もイエス様の愛で誰かを愛そう、ね、皆さん、愛することをが私たちの一日、愛することが私たちの生活、イエス様の愛で誰かを愛することが私たちの人生です。私、愛することが人生です。それを楽しみにしましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。シャローン、シャローン。おやすみなさい。シャローン、シャローン。アメン、アメン。